あなたなり様、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。ということで本日は、生後3ヶ月の娘のルーティン動画ということでですね、今日はちょっと、赤ちゃんが泣いてるところからスタートなんですけども、また1日を撮っていきたいと思います。生後2ヶ月をね、動画上げてたんですけど、3ヶ月撮ってなかったので、今日1日撮ろうかと思ったんですけども、早速の、いやこんなね泣いてんのに動画撮ってんじゃねえよっていうところのねあのお声は多分聞こえてくるんですけども、あ今ねミルクを作ってる途中でございます。この声を聞くとパニックになるよね。ちょっとやっぱ早くしないと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、でも今作ってるから待ってねっていう感じになりますね。今3時20分です。ちょっと寝てくれたらどうしようかな。頑張れ、ゲップ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 頑張れ。でね、まあ、ダウンロードしたりパソコンに画像を写してる間にファンの人へのお手紙ちょっと作業したいと思います。はい、ということでちょっと赤ちゃんが寝たので今のうちにお皿洗いをしたいと思います。はい、ということでお風呂掃除が完了しました。はじめ、ワン、ツー、スリー、フォーなくて自主練習しといてもらえる？それだけかよ。今すぐ消して、いらないでしょ、私がいるんだから。 TikTok の動画撮り終わりました。今日はユリの動画を2つぐらい撮りました。なんか本当はさ、ちゃんとネタとかを考えてから撮った方が短く済むんだけど、でも今日は何も考えてなくて、とりあえずなんか思いついたネタをやってみたらすっごい撮影に時間かかっちゃった。あ、これでいいのだ。ねえ、ツナさんのさアイコンってさ、すっごいさ高級なバナナのアイコンに見えない？これ何のアイコンなんだっけ。これ、あ、かぐや姫みたいな感じなのか。配信がちょっと終わりましたので、今6時55分。ナオタンもね、今日は今寝てくれてるので、今のうちに少しだけ仮眠をしたいと思います。見てた。
さんになってきたね。うん。うん。そうだね。ねお風呂に入ってストレッチとマッサージをしました。現在は1時15分なんですけども、ちょっと動画撮るの忘れちゃったんですけど、2時間ほどライブ配信を頑張りました。で今赤ちゃんはねまだずっと寝ている状態なので、これからも歯磨きして寝る準備をしたいなというところです。ちょっと奈々ちゃん着替えようか、濡れちゃったから。大きいおむつの方がいいかもね、ななちゃん。ちょっと、やっぱおしっこの量がさ、多いから、おむつがちょびちょりになっちゃうから。腕曲げて。腕曲げないと通らないよ。お願い。そうそうそう。ああ、伸ばして。はい、曲げて。化粧水、うん、ね、一緒の頭保湿ね。失礼します。うん、うん、頭は乾燥してるのね。はいはい、いただきます。ちょっとナナタンが崩れ始めたのでゆっくりご飯は食べれないと思うんですけど、これは前のルーティーンと一緒な気がする。どうしたの？眠れない？ん？眠れなくなっちゃった？寝てたのに？うん。うん。うん。眠れなくなっちゃった？なっちゃったか。うんうん。起きちゃったか。抱っこひも作戦、抱っこひも作戦。赤ちゃんが寝ました。ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、各 SNS のフォローもお忘れなく。そして TikTok のライブ配信、ぜひ皆さんにも来ていただきたいです。お願いします。リンクに貼っておくのでチェックお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。